はい、どうもこんにちは、こんばんは。今回ね、バトルスピリッツコラボブースターの第2弾、デジモン超進化のボックス開封やっていきたいと思います。今回はね、4箱買ってきました。1つの、値段が、少し、通常代より高いんですよね。これコラボブースターだと、1パック400円ぐらいしたのかなと思うんですが、4つでだいたい2万3000円ぐらい、予約したんで、まあ、2万1000円で、はい、4つ買ってきました。ということで今回開封していくんですけども、今回ね、まあ、デジモンということで、4箱、まあ、全て動画に移そうかなって思います。で、やっぱり狙うはね、 WX が収録されていて、さらにその WX がこのオメガモンということで、このオメガモンをね、狙って、開けていきたいなというふうに思います。というか今の、子供たちかな、中学生以下の子たちはデジモン知ってるのか知らないのか、多分世代じゃないと思うんですけども、ちょうどね20歳ぐらい大学生以上の、バトスピユーザーはね、すごく、はい、喜んでます。デジモンですね、僕の子供の頃に流行ったというか、カードゲームが始めたのが一番最初はこうデジモンカードゲームで、僕はね、カードゲームやり始めたので、まあ一番懐かしい、シリーズというかアニメになってますね。こっから僕はね、カードゲーム始めました。デジモンカードゲームやって、遊戯王やって、なんだっけ、デュエルマスターズか、デュエルマスターズやって、バトスピをやってます。なのでね、一番最初はね、僕は遊戯王じゃなくて、デジモンで、やってました。ということで、まず一つ目やっていきます。というかこの、デジモン超進化に収録されているのが、オメガモンまでなんで、僕らのウォーゲームですね、デジモンアドベンチャーのアニメシリーズと、僕らのウォーゲームっていう劇場版、2作目の、劇場版2作目の、デジモンの、デジモンまでが、収録されてます。こんな感じだね、初期のパートナーデジモンです。まあ、今後ね、デジモンが、まあ売り上げがねいいとバンダイさんも続けてくれると思うんで、まあそうなってくるとデジモンアドベンチャー02とか、あとはなんだっけ、次テーマーズかな、確か、そこら辺、僕はね一番こう初期も好きなんだけど、一番テーマーズがね、好きですね。あのデュークモンとかあそこら辺が、かっこいいと思います。ていうかテーマーズシリーズが一番、買ってましたね。なんかお金持ってるような年代になってきてたんで、確かで、今回ね開封していきます。左側から、10パック1パック6枚入り、パックはこんな感じ、こんな感じです。なんだっけ、 X レア2枚でパラレルが1枚、確かそんな、情報を見た気がします。パラレルが入ってるんで、まあ、パラレルが出れば、パラレル箱1確定かな、確かなんかいいパラレルが、はい、出てくれるといいですね。でまず1パック目、モンザエモンですね、完全体のモンザエモンで、ノーマルカードも以前のウルトラマンと一緒でこんな感じの光り方になってます。モンザエモン、スカルグレイモンですね、赤紫、エテモン、完全体、はい、エテモンです。ナイトレイドで、次が、パタモンとオメガモンやば。1パック目から出ると思わなかった。どうしよう、とりあえずパタモンね、とりあえずパタモンです。3コスト2軽減パタモン、いいね、パタモンかわいい。まあ、もし02とか、今後ねシリーズ化されると、パタモンはね次のシリーズも、アニメの主人公的なポジションの何だっけ人たちに入ってるんで、まあ、パタモンねアーマー進化とかできるんで、まあ、もしかしたらね、必要になるかもしれませんということで、今回は、オメガモンです。はい、オメガモンいいね、かっこいい。っていうかこうね、動画の一発目でこうオメガモン当てるっていうね、僕のこのスキル、これ大切だと思います。オメガモンです。 WX、降臨中で、降臨時とは降臨時アタック時の持ってます。でダブルシンボルですね。オメガモンです。とりあえず置いとこうか。はい、置いときます、とりあえず。で2つ目、まさかね1パック目出ると思わなかった。まあ、とりあえず次行きましょう。とりあえず X は、なんだっけ、メタルガルルモンとウォーグレイモンですね。あそこら辺当てたいと思います。で、一角モン。で、バルグモン。ハグルモンですね。ハグルモン。で、ピノッキモン。で、グレイスソード。オメガモンの必殺技。で、ファイナルト。で、ゴマモンですね。ゴマモンがレア。あ、1枚か。レア1枚だっけ。
さっき2枚あったんだけど、うん、1枚ですね。で、3パック目、はい、3パック目です。よいしょ、レビーベビモン3、完全体、ごつもん成熟期です。バードラモンですね、ピオモンの進化のやつです。スカモン、はい、スカモンです。コスト6以上、超進化、まあ、成熟期のやつ。ヘブンズナックル、エンジェモンの、技で、次が、シンフォニックバーストですね。シンフォニックバースト新規イラストです。イラスト変わりました。エンジェウーモンのシンフォニックバーストですね。なんだっけ、あれ、オメガモンだけ2枚光ってるものが入ってるんだけど、はいか、はい、次、4つ目、シードラモンで、カブテリモン、メガドラモンです。で、お、双翼乱舞イラスト違い。そして、トノサマゲコモンです。はい、トノサマゲコモンで、次、お、メタルグレイモン、いいね、メタルグレイモンです。7コスト6軽減、召喚時12000以下を破壊。うん、あ、疲労状態のこのスピリットは相手のスピリットブレイブの効果を受けないっていう効果を持ってます。まあ、疲労状態なんでアタックしているときは、まあ、スピリットブレイブ受けませんよっていう、まあ、降臨中の、降臨モンスターの効果は受けないけどマジックは受けるとかアクセルは受けないとか、そういう使い方ができますね。デッカクモンと、ユニモン成熟期、メラモンです。メラモンで、シャドウウィングで、グレイソードで、あ、ワーガルルモン、紫ですね、ワーガルルモン、うん、完全体、まあ、これで完全体2枚、順調にオメガモンに進化できますね。あとはメタルガルルモンと、まあそこら辺のやつ、アグモンか、アグモングレイモンあたりが出てないんで、そこら辺も欲しいですね。アグモンは光ってんのかな、確か、どうだろう、アグモン光ってないかな。お、ケラモン、劇場版のケラモン、はい、こんな感じの、レアですね、ケラモン、いいね。この背景が好きなんですよ、ここの背景、この歯車的なね、白の背景に歯車みたいなイラストがあってっていう。で、次、よいしょ、次、7パック目。やっぱりオメガモンのパックだけなんか光ってるのが2枚、あ、グレーモンね、出てますね、なんか知んないけど、あ、これ2枚かな、光ってる、マークオブゾロ、イラスト違い、メダルガルルモンのなんか言ってるやつね。で、次、ウィザーモン、レア、はい、ウィザーモンです。あ、これね、スピリットの召喚時または、このスピリットの、消滅時なんで、消滅時の、エラッタというか、相手によるっていう一文が抜けてましたっていうのが公式で、発表されましたよね、これで。次、8パック、たまにレアが2枚入ってるとかそういう仕様になってんのかな。で、次、ウッドモン、ピコデミモン、ヘブンズナックルで、アルティメットストームで、ホエーモン、うん、ホエーモンです。まあ、これも相手によるっていう自分が、消えてたみたいな、カードです。このスピリットの消滅時って書いてあるんですよね、これ、うん。で、次、パロットモン、これ劇場版第1作の、敵というかね、あの敵みたいなやつね。で、次、モンザイモン、デジタマで、スカモン、バインディングルートで光ってるのが2枚、もう1枚が、ピエモンですね、究極体ピエモンです。紫または、黄色の完全体から、降臨ができます。ピエモンで、次で、ラストまだマスターですね。で、ウィザーモンがレアなんで、まだマスター1枚かな。そういや、レアリティ見てなかったね、レアリティ見てなかった、ミスですね。メガシードラモン、デジバイスで、エッテモン、エンジェモンをレア、エンジェモンです。エンジェモンで、次が、あ、 X ズドモン、ズドモンですね、 X は、大粉砕持ってます。大粉砕、なんだっけ、なんかが持ってたよね、確か、レアとレア、あ、レアか、ワーグルルモンとメタルグレイモンはレアなんで、とりあえずマスター1枚で、ズドモンが X、そんな感じになってます。で、右側1パック、スカルグレイモン、コモン、うん、スカルグレイモン、
そしてバンプも無限マウンテン、スパイラルマウンテン、あテントモンレア、いいねテントモン、テントモンも好きなんですよね。で次、あ来たウォーグレイモン、はいウォーグレイモンです。かっこいいよねこれイラスト。9コストで、赤または白のコスト6以上の降臨です。で召喚時または降臨時で、ブレイブの BP プラスを無視して1万5000まで相手のスピリットアルティメットを好きなだけ破壊する、はいウォーグレイモンです。まあ、これでオメガモンに、進化できます。あとはメタルガルルモンとかてか完全、肝心なアグモンが出てないんですよ。まだ肝心なアグモンからじゃないと、まあ、順調に、進化できない。このカードゲームのねシステム上色さえ合ってればまあ進化はできるんですけど、やっぱりねデジモンファンからするとアグモンからの正当進化をやりたいんですよ。ガイアホース、うんガイアホースです。1万までかな、1万以下破壊するんだね。お次が、メタルシードラモンです。2色マスターレア、うん究極体ですね。そう色さえ合ってたら進化できるんで、まあその初期のというか成熟期とか成長期とかそこら辺をね、まあ、無視して、なんとかウォーグレイモンまで行って、まあ、展開することも、まあ、できなくはない。ガルルモンです。超進化紫なんでやっぱりね紫に進化できます。デジタマで無限マウンテン、あテイルモン、テイルモンレア、そう成熟期かな、成熟期ですよね。テイルモンだけ成熟期なんですよねこれ。光のパートナーデジモンです。そう、なんだっけプロットモンだっけ、テイルモンの進化前、なぜかこれだけね成熟期で他は成長期で、戦っていってるっていうね、まあ、当時はねよく分かんなかったですね。で次が、スカモンで、あ、パルモン、いいねパルモン、耳の、パートナーパルモンです。で5パック目、はい、5パック目よいしょ。でメタルエテモンでメラモンで、ピコデビモン、グレイソードでアンドロモンで、あアポカリモン、いいね、ラスボス、そうアニメ版のラスボス、カードでした。アポカリモンですね。確かこれテイマーズの劇場版で、これのなんだっけこれの破片がなんかが敵になったんですよね確か。ちょっとうろ覚えなんですけど、マスターレア、はい、究極体から、降臨ができると、究極体のさらに上の進化ですね。で次が次は、6パック、右側6パック目、ゲコモン、ハグルモン、バードラモン、デジバイス、アルティメットストーム、マントラドローですね。マントラドロー、再録されました。イラスト違いですね。マントラドロー通常イラストと、あとは SB ショップバトルの、なんだっけ、大会記念品、参加か優勝か分かんないですけど、確かね、もう一個ありましたよね。で、これで3枚目のイラスト違いのマントラドローです。で、次、ゴツモン、デモン、ランブ、ワーガルルモン、お、インフェルノモン、インフェルモンですね。劇場版の、ディアボロモンの、進化前のやつね、インフェルモンです。よいしょ。で次、9パック。インフェルモンマスターレアですね。なので、マスターレアが、4枚。あ、マスターレア4枚 ?4 枚出ましたね。で、ガルモン、カブテリモン、ヘブンズナックル、ファイルト、で、パタモン、パタモンですね。パタモン。レアは割とダブりそう。ダブるのかな、モンザエモン、プロットモン、ジュレイモン、シャドウウィング、あクリサリモンですね。劇場版で唯一飛ばされた、形態です。ケラモンからの進化なんですけど、インフェルモン、名称指定の超進化持ってます。これイラストだいぶいいよね。この背景が特にこれ素晴らしいと思うんですよ、この劇場版のこれ。で次、あカブモン、パラレルだっけ、ガブモンの通常イラストじゃなくて、アグモンとガブモンにはこうね、ヤマトとタイチが描かれているバージョンがあります。今回これ確かパラレルの、枠だったと思うんですが、入ってました。
そしてラスト、グレイモン、一角門、できることならアグモンが出てほしい、バインディングルート、ラストがメタルガルルモン X、 おメタルガルルモンじゃん、やば、メタルガルルモンです。というかこの箱はだいぶ当たり箱なんじゃないでしょうか。正直この箱当たり箱ですよね、確か。すごいですね、まずオメガモンね、オメガモン今回出ました、今のところだいたい8000円から9000円で、ショップが買い取りしてます。なので販売価格はちょっとわかんないんですけども、まあ想像してください。で X、ウォーグレイモン、メタルガルルモンで、ズドモンですね。これでもう合体できます、ここで合体できます。でパラレルが、ガブモンと、ヤマト、ヤマトの、パラレルが出ました。でマスターがメタルシードラモン、アポカリモン、なんだっけ、あとはインフェルモンだっけな、マスターで、ピエモンですね。うん、マスターが4枚、マスター4枚 X3 枚、パラレル1枚、WX1 枚で、レアは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、21枚かな。レアが21枚の、マスター4枚で X3 枚、パラレル1枚、WX1 枚、そんな感じの、排出です。マスターレア枠削られませんでしたね。もしかしたら、オメガモンが出ないパターンの時はマスター4枚から5枚になっているのかもしれないんですけども、まあ次の箱で、確認してみましょう。一応 X が8枚中3枚ですね、8種類あって3枚で、マスターレアが8種類あって、4枚なんで半分ぐらい出てますね。でレアが24種類出てます。24種類収録されてます。で今21枚あったと思うんで、まあ揃ってませんね。ガブモンとかアグモンが、出てませんでした、今回ね出てないし、あとはピオモンも出てないですね、そこら辺がなんか出てないような気がしてます。はい、ということで今回はボックス開封でした。序盤にねこうオメガモンを当てるっていうねいうことが起きていってしまったんで、まあ、次の箱からは、まあ、オーグレイモンやメタルガルルモンの、まあ、枚数を増やしたいなって思います。はい、ということで今回は、デジモン超進化のボックス開封動画でした。